第二次、森内閣は、森吉郎が第86代内閣総理大臣に任命され、2000年7月4日から同年12月5日まで続いた日本の内閣である。さきの第一次、森内閣は、なこそ森内閣ではあるが、前任の小渕恵三内閣総理大臣の病気、辞職により急遽発足した事実上の選挙管理内閣であり、森が総理として、 独自の人事権を行使したという意味では、この第二次内閣が事実上の初代森内閣と言える。この夫人は内閣改造が行われる同年12月5日まで存続した。いわゆる神の国解散による総選挙後の組閣で、森首相は宮沢喜一蔵省、河野洋平外相、堺井谷大景気庁長官ら主要閣僚を続投させ、 内閣官房長官は、青木幹夫から、森首相側近で、幹事長代理の中川秀直に変わった。前回の小渕内閣改造、党役員人事で、小渕に拒否された加藤派の小里貞俊氏が、総務会長に山崎派の安岡沖春を入閣させ、加藤派、山崎派に、一定の配慮を示した。民間からの川口純子の起用が話題となったほか、平沼竹を、 津島雄次ら実力者の入閣もあるが、全体としては、中央省庁裁編までの暫定的な布陣という、色合いが強く、入閣対望組を多く揃えた、大会一層内閣などと呼ばれた。金融再生委員会委員長、久世木美鷹は、参議院比例選挙において、大手マンション会社から投票を肩代わりしてもらい、自民党比例名簿上位に搭載して当選していた、ことが発覚し、 わずか26日足らずで更迭された。後任は、相沢秀幸が就任。10月には、中川官房長官の女性問題が週刊誌で報じられ、辞任に追い込まれ、後任に小泉純一郎が浮上するが、小泉が、俺は、女房役には向かないと孤児、同じ森派の福田康夫氏、福田が就任した。祖格同日に発足。 1999年9月20日、将来の副大臣制度を見据えた政務次官の権限強化に関する法改正があり、同日以降は総括政務次官と呼称することとなった。この改正では、権限部分のみで官職名までは改められず、閣議での申し合わせという形での総括呼称導入であったため、法的根拠を要する任命事例には、 総括を含まない正式感触名が使用される。ありがとうございます。